小田晋三です。晋三チャンネル、今日のテーマですが、スモンという病気に行ってみたいと思います。はい、ではスモンというのはどういう病気でしょうかね。日本語で言いますと亜急性脊髄視神経症とかですね、別の言い方だと亜急性脊髄視神経末梢神経障害とか、まあいろんな言い方がありますが、まあそういう病気ということです。でこれ何なのかというとですね、遺伝病です。キノホルムという成長薬、薬ですね。薬で起こった薬害、遺伝病ということです。大変な、惨事だったわけですが、いつ起こったかというと、1955年ですね。ここから大体、ピークが1968年ぐらいですかね。ここがピークで、起こった薬害事件ということです。では、今日のテーマです。スモン、亜急性脊髄視神経末梢神経障害です。スモンという病気ですがですね、スモンという病気は1955年に出た時にはですね、原因が不明ということで、謎のフード病かということでですね、釧路病とか戸田木病とか、土地の名前がついてですね、原因不明のフード病じゃないかと言われたんですが、これが薬だということが分かったということですね。成長薬のキノホルムということで、田辺製薬ですかね、が出した薬、キノホルムですが、これが原因だということが分かったと。症状はまた後でも言いますが、症状としては手足のしびれ、脱力、歩行困難とかですね、それから視力にも障害が出たりすると。そして、下ですね、に緑状の固形状の物質が出ると。そして、なおかつ便が緑色になると。で、これがですね、鉄とキノホルムの化合物だということを突き止めたということですね。またこれ、後で詳しくも言いますが、これでですね、キノホルムが原因だということは分かったと。いうことです。で、このキノホルムですがですね、これ、この薬害が起こる前にもスウェーデンの眼科医とか小児科医がですね、毒性自体はもう指摘していたということです。はい、次行ってみましょう。スモンというのはさっきも言いましたがですね、日本名では何なのかということですが、亜急性視神経脊髄末梢神経炎と、ここではそういうふうになっている。さっきはどういうふうにやっていったかというと、亜急性脊髄視神経末梢神経障害とか、いろいろ言い方ありますが、どれでもいいということですね。要するに、脊髄、視神経脊髄炎ですね。脊髄炎とか視神経炎とか、末梢神経障害が同時に起こっているということです。で、原因はキノホルムという成長剤ということです。キノホルムという成長剤による中毒症状。要するに毒性による中毒症状ということです。で、疫学言っときますが、男女比、どのぐらいかというと、男のが1、女のが3と。女の人のは体が小さいということですね。男性のは体がでかいので、それだけ毒に対する、許容量がでかいということです。女の人のが当然多くなるということです。はい、次行ってみましょう。スモンの症状ですね。ざっくり言っておきますが、ここに詳しく書いてますから、読みたい方は読まれればいいと思いますが、ざっくり言っておきますが、どういうのが症状かというと、まず、腹部の症状からということです。お腹の痛みですね。腹痛、下痢、便秘。要するにお腹の症状からまた先に出ると。そして、これキノホルムの、要するに中毒症状ですよ。そして、下肢の方からだんだんビリビリ、痺れるわけですね。下の方から、足の方から痺れてって、どんどん上がってくる。おへそのところぐらいまで上がってきますよ、ということです。そしてひどい場合には運動機能障害ですね。歩行障害とか運動機能障害、転倒とかそういうようなことが起こってくるということです。そして特徴なのはですね、さっきも言いましたが、固形状の物質ですね。舌の上に、固形状の緑色の物質。そして、緑色の便ですね。尿も緑、ですかね。これが、キノホルムと鉄の化合物ということで、原因が特定されたわけですが、これは特徴的と。で、さらにですね、悪いことにですね、目の方にも異常が出るわけですね。視神経の異常、失明、するわけですね。5% ぐらいの人が失明しているということです。はい、次行ってみましょう。そして薬害スモン訴訟という裁判がありましたよということです。このキノホルムという薬でですね、神経障害患者が出たわけですね。中毒症状による薬害が起こったと、主に1960年代の後半ですね、に起こった薬害事件ですよということです。主にほとんど日本ということです。
1万人以上ですかね、患者さん1万人以上出ました。そういうような薬害がありましたよということです。そして裁判が行われてですね、国と製薬会社の責任が認められたということです。はい、次行ってみましょう。キノホルムという薬ですが、戦前から使われていた薬ということで、何に使われていたかというとですね、外用の消毒薬、もしくはですね、アメーバ赤痢の内服の治療薬に限られてですね、使われている量としては非常に少なかったんですが、戦後ですね、下痢などの消化器用薬としてですね、適用を広げてですね、どん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 国内での使用が増えていくと、増えていくごとに質問の患者もどん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 増えていったということです。はい、次行ってみましょう。続きましてですが、質問が起こってですね、中央薬事審議会というところが1970年にですね、答申を出しました。はい、キノホルムが何らかの関係があると、スモンとの関係があるということで、製造販売の中止を答申したということで、翌年1971年に厚生労働省が決断したと、販売キノホルムの販売製造を中止すると。そして中止したところですね、スモンの患者はどん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 激減していったということで、もう間違いないわけですね、キノホルムが質問を起こしているということです。そしてですね、下の方ですが、重要なことが書いてますが、1970年以降ですね、この質問の患者はゼロなのかと思いきや、ゼロじゃないわけですね。1972年以降4件だけ出てると、他の薬なんでしょうね、おそらく。質問の患者は4件だけ出てますよと、それ以外は全く出ていないということです。はい、次ですね、キノホルムどういうふうに言われてたかというとですね、内服してもですね、腸管から吸収されないので安全ですよというような、全くの嘘ですが、そういうような触れ込みでですね、使われたということですが、実際はですね、戦前の論文から1日1日の投与量が多い場合ですね、危険ではないかというような論文がもう出てたわけですね。で、その論文の精査をせずにですね、劇薬だったんですが、劇薬指定を外してですね、アメーバ赤痢の薬だったものを下痢症まで拡大としてしまったがためにですね、スモンの患者が日本において大量に出たということです。はい、次ですね、当時ですが、キノホルムで、原因がキノホルムとわからないときにですね、どういうのが出たかというとですね、スモンウイルス説というのが出たわけですね。ウイルスが原因じゃないかということで、そのウイルスを特定したということで、当時ですよ、京都大学の井上という教授がですね、スモンウイルスを特定ということで、ウイルス説強まるということで、当時のランセットですね、ランセットという、学術誌ですね、嘘ばっかりですけども、ランセットに載ってですね、なおかつ朝日新聞ですね、また朝日新聞がこれを大々的に、放送すると、新聞に書くということで、スモンウイルス説強まるということで、ウイルスのせいにされそうになったんですが、ところがですね、まともな医学者がおって助かりましたよね。これ犯人は薬学が犯人の病気ですよ。スモンはキノホルムなんですが、当時の東大のですね、高須という教授がですね、このキノホルムと、この緑色の下につく鉄との化合物ですね、これを指摘したと。そして東大の、同じ東大の薬学部ですね、田村という教授がですね、この物質を特定すると、でキノホルムだということが分かったということでですね、キノホルムが原因ということが特定されたと。ここで大事なことは何なのかというとですね、当時の、ランセットとかですね、朝日新聞だから正しいわけじゃないということです。これは犯人は医学薬学ですよ。ウイルスが犯人ではないということです。はい、次行ってみましょう。ではキノホルムもうちょっと見ていきますが、正式にはクリオキノールと言います。もっと正式に言うと、ヨードクロルヒドロキシキンと、ちょっと難しいですが、そういうようなものということで、これ何なのかということですが、抗真菌薬でもありますし、
抗原中薬ということです。原虫を殺したりする、真菌を殺したりする薬ということで、ここにも書いてますが、多量に摂取すると神経毒がありますよということです。で、基準ですが、この薬がどういうことを起こすかということですが、DNA の複製をする酵素を阻害するというような基準でですね、原虫とか真菌とかを殺すというような薬ということです。はい、次行ってみましょう。キノホルム、クリオキノールの使用実例ですね。何に使われているか、まあ、さっきもちょっと言いましたが、1964年にですね、セキリとかセキリアメーバですね、の治療で4000人に投与をしてですね、治療と予防に効果があるということで、セキリアメーバの治療薬、抗原虫薬として使われているということです。それからもう一つ、さっきも言いましたが、抗真菌薬としてですね、外用薬ですね、今度は外側です、外用薬としてキノホルムが入れられている薬がありますよということです。そして、ちょっと怖いのが一番下なんですが、台湾ではですね、自閉症に効くのではないかということで、台湾、どこですかね、台湾中央研究院というところですかね、がですね、自閉症に効くのではないかということで、ラット、マウスの実験をしてですね、効果があるのでということで、どうも承認されてるみたいですね。こんなもん自閉症に使っても効くわけがないんですけどね。それでですね、自閉症の動画は、別に上げてますけども、自閉症というのもですね、薬ですね、マルプロ酸とかビタミン A 誘導体とか一部の抗菌薬とかですね、それからワクチンですね、新3種混合ワクチン、MMR ワクチンとか、こういうようなもので起こっている、これも胃炎病ですよ。自閉症も胃炎病。胃炎病にまた薬、こんなキノホルムみたいなので効くわけがないんですが、まあ、こういうようなことをしているということです。はい、次行ってみましょう。最後ですが、最後はですね、世界でまだ使われてるわけですね、キノホルム、クリオキノールは使われてますよということで、使用が継続されている国をお伝えしておきます。はい、で、どこが使われているかというと、一番上はアメリカですね。アメリカではアルツハイマー型認知症の治療薬として、まあ、これは認可されてるんですかね、認可を目指してるのかどうか分かりませんが、まあ、アルツハイマー型認知症の治療薬、これがアメリカ。それからカナダ。カナダでは外用薬の真菌薬ということです。真菌の薬、抗真菌薬としての外用薬としてがカナダ。それからオランダですね。オランダでは、アメーバセキリ、アメーバセキリですね。の、これは内服ですかね。内服薬としてまだ使われているということです。そして、一番下、インドですね。インドでも製造がされてますよということで、まだキノホルム。ですね、クリオキノールというのはまだ現役の薬なんですよということです。それで日本でもですね、1972年以降4名しか出てませんが、4名出てるということで、ゼロではないということです。それでもう一つ大事なこと、最後ですが言っとかなきゃいけないのはですね、これ、スモンというのは悪球性脊髄視神経末梢神経障害ということです。はい、これいっぺんに出たわけですね。脊髄炎と視神経炎と末梢神経障害がいっぺんに出てるというような病気なんですが、これバラバラではですね、全部ですね、他の薬で今でも起こってる病気ですよということです。横断性脊髄炎とか、視神経炎とか、視神経脊髄炎とか、ギランバレー症候群とか、末梢神経ニューロパチーとか、まあ、さまざま他にもありますがですね、こういうような病気というのは、それぞれ、バラバラでですね、いろんな薬で、今でも現役で起こっている病気、たくさん出てますよということです。気をつけないといけないということです。スモンが出てないからといって、同種の病気ですね、細かく分けられた同じ系統の病気というのは今でも薬で出ていますよということです。はい、最後ですが、今回は薬害スモンについてお送りしました。ありがとうございました。